えー、どうも、そっかちくの久保です。今回はね、あの、X、ツイッターで稼いでる人の実際の体験、そしてやり方、こちらの方を垂れ込みいただきましたので、注意喚起としてね、お知らせしたいと思います。そうですね、タイトルつけるとしたら、X でネカマになって稼ぐ人たちということです。ネカマってのは何かっていうとね、 インターネット上のお釜というふうに昔から言われてるんですけども、ネットのお釜でネカマっていうらしいんですよね。で、今ご覧いただいてるのが、X の様々なツイッターの発信なんですけども、妙だと思いませんかこれほど多くの、まあ女性のね、女の子のね、アカウントが乱立していて、これ動画とか投稿してるじゃないですか。で、 動画を買ってくださる方がいたら DM くださいって書いてます。要するに、この女の子の動画を欲しい人みたいな感じで、この女の子が募集しているように見えるわけなんですよね。でも果たして、これ、このご本人さんがそう思ってるんでしょうかね。もしかしたら動画はどっかから適当に拾ってきたもので、メッセージのやり取りは全然別の人かもしれません。で、実際そうなんですよ。 これは AI 画像だと思いますけども、こういうのでもね、実はダイレクトメッセージを送ってくる紳士の方がいらっしゃるんですよ。<laughs> これもですね、はい。で、ちょっと順を追って具体的に解説しましょうか。まあ、つまりは、女性のふりをして適当な動画を販売する。動画は拾ったものを流用するわけですよね。その方法だってことなんですよ。 まあですんでね、こういう風に、裏垢女子とかね、家出少女とかっていう風なハッシュタグで募集している人がいます。で、検索すると、確かにそういうアカウントが無数に出てくるんですけども、実際この画面に出てる人自身がそれをやってるかどうかわからないでしょってことなんですよ。うんで、こういう風なね、コメントも書いてますけども、本当かいなみたいな。でもアクセスはそこそこ取れてるわけですよね。こういうので。 だから用心ってことなんですよ。あの、俺より詐欺みたいなもんですよ。ね、やらずぼったくりじゃないですけども、向こうではね、自分の好みの女の子が支ええてくれてるように見えて、直接やり取りしていくと、ここに振り込んでくださいみたいな感じでね。で、適当なものが送られてきて、えー、終わりみたいな。まあ、それで一定のね、あのー、満足を得ている紳士の方もいて、リピーターまでいるそうなんですよ。 向こうがどんな人かわからないままにねはいまあいろいろ出てますねこれも AI 画像でしょ <laughs> ほら似たような画像がまだ使われてますよまた <laughs> これもそうですねはいでこれの,あのやり方なんですけどもやり方はやってくださいってわけじゃないですよどういうふうにこういったアカウントを使って設けてる人がやってるかっていうノウハウの紹介です まあ、おおむねは女性のふりをして動画を販売するわけなんですよね。で、動画を拾ったものを利用するというのはさっき言いました。で、アカウントは2つ用意します。1つは誘導するためのアカウントです。ね。そしてもう1つが誘導させるためのアカウントです。ね。やり方は2つあるんですけども、1つのアカウントでやる場合と2つ以上のアカウントでやる場合。ね、2つ以上のアカウントでやる場合の方が効果的です。まあ、つまり、 まあ、一つのアカウントでやる場合は、こうやってね、いろんなツイートをしながら、ダイレクトメッセージをくれた人に対して、じゃあこれが動画ですんで、ここに振り込んでくださいみたいにやっていって、まあ、利益を得ていくっていう話です。で、二つ以上のアカウントでやる場合は、メインのアカウントでつぶやいたことに対して、送ってください、買います、みたいな感じで、あの、まあ、いわゆるリップですよね。反応を、 出すすわけなんですよこれ全部一人でやるわけですよ。そうすると、なんかリアリティが出るわけですよね。まあ、この繰り返しです。で、案外、疑われにくいんですよ。ですぐに取引できるんで、まあ、やってる方の体験では、思いついてアカウント作ったら、その日のうちに売り上げが、まあ、数千円から数万円は上がるよってことらしいです。で、あと、派手な、こう、ポストをすると、 あのアカウントが凍結されるらしいんですけども、ただ無数にアカウントはできるんであまり関係ないって言ってましたね。で、販売価格はだい3000円から5000円で動画とかね、何かのおデジタル商品、こちらの方を、まあ、URL で納品するらしいです。で、えー、特にね、在庫が減らないんで、もうあらりだけがどんどん積み重なるっていうからくりらしいですね。 オフパコ募集なんてあるでしょ。これなんていい例ですよ。オフパコ募集なんてね。<laughs> こうやって適当な写真とか AI 画像をつけといたら、一定の確率でダイレクトメッセージが来て、そこに対してやり取りをして、これ買ってくださいみたいなことやるわけですよね。うん。だから向こうに本当に女の子がいるとは限らないし、だいたい違うんですよ。で、よく使われるハッシュタグってのが、まあ家出少女とかね、裏赤女子とか、 あーなんかエロイップとかね <laughs> 売り子とか彼氏募集中とかそんなやつじゃないですかで書く内容が際どければ際どいほど反応がいいみたいなんで流行ってるこういったハッシュタグとかがすぐにトレンドに上がってきてそこでは売り上げがかなり上がってますよってことなんですよ、うん、まあ例えばね家出少女になりきってしばらくやり取りして ペイペイを一番多くくれた人の家に泊まりますとかね。都内在住ですとかね。地方都市でもいいんですよ。島根県にいますとかね。何々市にいますとかね。あんな感じで、その地区にいる人に呼びかけていって、お金だけもらってね、実際には、あの、泊まる家決まりました。他の皆さんごめんなさいとかってやっていくっていうパターンですよね。うん。まあ、あの、基本的にツイッターで何かね、 ことを起こして、ろくなことはないと思いますんで、<laughs> まああんまりかかんない方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ私これツイッター私も、ね、よく見るんですけども、主に政治ネタを探してるんですよ。うん、特に、あの、令和新選組のね、消費税廃止なんてのは私大好きですから、消費税が廃止になるように、廃止になるように、こうやって、リップを飛ばしたり、 いわゆるリツイートとかをしてますね。わ、すごいですね、この事故。あ、ぺしゃんこになってる。ああ、怖いですね。ああ、あーこれはとても助からないでしょ、中の人は。どうなったんでしょうね。はい、すいません。えー、じゃあ以上です。あの、皆さん、ツイッターの向こうにいるのは誰かはわかりませんからね。 だから被害に遭うのは若い女の子だけじゃなくて、いい年したおっさんも被害者の一人ってことです。まあおっさんはね、泣き言言わずに耐えていればいいんですけども。まあでも、こういった業者になろうかって人がね、出ないことを祈ります。それじゃあ。